1948年、八田元尾は日本の演出家。父は元旧制新潟高等学校初代校長の八田三期。弟は教育所の八田帝に、東京出身。東京大学文学部美学科卒業。戦前は丸山貞夫らに同行し、桜隊の覆面演出家をしていた。昭和20年8月6日の広島原爆の法け、 牧村幸吉と共に、広島に駐屯していた桜隊を探しに、広島に出かけた。しかし、広島市は、小野原で、桜隊の寮も跡形もなかった。しかし、そこで、三五隊が建てた立て札を頼りに、五福島の有三寺を訪ねる。そこで、三五隊と再会し、行方不明の丸山から、太陽島にいるとのメモが届いたことを知り、 牧村と共に太陽に赴むく。しかし、丸山は小屋裏国民小学校に移送された後だった。翌日、クレセンの小屋裏に行き、国民小学校で満身創意の丸山と再会。丸山の強い希望で、五福島の寺に戻る。しかし、丸山は、原爆症で8月16日に死去。同じく行方不明だった、その池江と、高山蔵さんが、 その胃の公演社宅に身を寄せていることを知り、即座に神戸に向かう。しかし、二人とも原爆症で、相次いで亡くなり、八田はその死を見届けた。後年、ガンマ線の臨終という桜大全滅までの回顧録を出版した。ありがとうございます。